沈む徐々に包まれるように二人だけの素敵なこの定めに全てが終わった。日が昇り出した空に焦る離婚はジョセフの血を取り込んだ。初めて会った日から世の定めの全てが決まった。どこか儚く勇敢で無謀な女性は優しい目をしてたんだ。いつだってオーバードライブと波紋の呼吸なのだってさ、触れる拳に流れる波紋、ディオの体が崩れそうだぞ。二人で一人奇妙な友情すら感じていよう。黄金の精子流れる血筋に思いつく限り無ごたらし死を昇る太陽に消えて死ぬまでに喰らえろ。潰しをしてもキサカのスタンドが動けるなら意味はないな。空に日が昇るまで持ちこたえるぞ。人間は誰かその意欲を克服して安心を得るために生きる。名声を手に入れたり人を支配したり安心を求めることこそ人間の目的だ。徐々にしかできないこのディオの体歌ってくるのかよ。カロ近づくかよ。次はジョタロ貴様だ。同じタイプの能力ジョナサンの血筋受け継いだせいか、このままラッシュの速さ比べてこのディオが勝つしかないぞ。それでもきっとこのディオきっと発動さワールド時を止めたぞ。10秒経過。俺は恐怖を克服することができることだと。世界の頂点に立つのはほんのチップが恐怖を守ってる。ぶつかり合ってがむしゃらに投げ出したりよ。ご足を砕く貴様、無駄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 放つ拳、本当はもう気づいてるんだ。パトラのサプラチナパオラクラを何度だってさ、クラッシュでそろそろこのディオの体にひびが入ってしまったぞ。不死身であるはずのディオがディオは初めてのそれか。黄金の聖石流れる血筋にこのディオの野望は打ち砕かれる。昇る太陽に溶けてゆくように体が徐々に消えてくわ。絞り取ってやる貴様の命を清めてやる。その汚れたる野望消えるディオを眺めるジョーカーの徐々の面影化される。殺してしまいたくて憎んで徐々に感じているこの奇妙な友情と、二人だけの好きなこの定めは朝日とともに震える心臓の鼓動が